どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、ゆうこれです。今回なんですけども、こちら、デイトナループを使って100式チャレンジ攻略していこうと思います。はい。結局、デイトナループはね、火力も高いし優秀なんだぞということでね、今日はデイトナループに溶炭和を組み合わせて超火力編成で、100式チャレンジやっていこうと思います。はい。まあ、ちょっと話す前にね、まずはもう実際に編成から紹介していきます。編成、こんな感じですね。はい。で、こちらですね、なんとですね、すごい方から編成をね、お借りしてまして、皆さん、神ゲームっていう攻略サイト知ってますか？攻略サイトの中の人からですね、編成使っていいですか？いいですよっていう許可をもらえたんですよ。ちょっととんでもないことになりまして、そう、結構日本でもトップクラスの攻略サイトさんからね、編成をお借りしてるんで、まあ、概要欄にね、その攻略のリンク貼ってるんで、もし組める人はね、この動画チェックしてもらって、あ、いけそうだなと思ったら、ぜひね、その概要欄の記事の方もね、チェックしていただければなと思います。はい。で、今回の編成こんな感じで、もうデイトナループに溶炭和の火力を合わせるって感じの編成になります。まず編成紹介。リーダーがメリディスですね。リーダーチェーン体制に、バルキリーファムの耳飾り継承です。はい。まあね、メリディスに関してはバインド付与もありますし、火力も出せて、で、しかもね、スキルもね、指とサブの攻撃力2倍に、ルーレット1個生成が2ターンと、結構若干エンハンスが飛んでくるこのダンジョンにおいてはね、超適正ということで採用されております。はい。で、ブリキッドですね。ジューンブライドのブリキッドです。はい、直強に、遅延2つに、悪魔キラー。そして、カンナ武器継承です。まあ、カンナ武器はね、12ターンで2ターンヘイストあって、属性吸収無効まであるね、超優秀な武器なんでね、採用されております。はい。そして、こちら、溶炭和です。10強、遅延2つに、悪魔キラー、3突。そして、ラジョア武器、継承です。はい。そして、溶炭和、10強に、消せない回復に遅延2つ。で、グレオン武器、継承です。そして、デイトナ、遅延3にバランスキラー、そして、グレオン武器継承。もしくは、埼玉武器継承です。グレオンか、埼玉武器、つけてあげてください。で、デイトナですね。こちら、遅延3にバランスキラーで、埼玉武器継承です。こちらもね、グレオンか埼玉武器で OK です。どちらか一体にグレオン、どちらか一体に埼玉つけてください。で、グレオン持ってない人は、マルシス武器で代用してもらって大丈夫なんで、グレオンをマルシス武器で代用するか、それかフレンドにグレオン出してもらって、自分側埼玉で一体代用って感じでお願いします。はい。もう今日はね、この超火力のデイトナ編成を使って、100式チャレンジで攻略していこうと思います。実際に使っていきましょう。さあ、ということで、1階層からやっていこうと思います。いきましょう。まずは1階層。デイトナダブル変身してあげて、溶炭を撃ちます。で、盤面ウェイで殴っていきましょう。こんな感じで、木と光の2ウェイ含んで10コンボ組んでいきます。必ず盤面6コンボ組んであげてね。これでワンパンしていきましょう。さあ、続きまして、2階層。ここも溶炭を撃ってあげて、右足ターゲットで殴っていきます。はい。でここはね、2パンするイメージで OK です。はい。とりあえず、溶炭は変身してあげて、進化してあげて、殴り。はい。メリディスのスキル貯めたいんでね。こんな感じで、殴っていきます。で、ここでメリディスと、カンナ打って。ヘイストからのメリディスでサブにエンハンスかけてあげてぶっ倒していきましょう。はい、もうメリディスのねこのルレットは最強なんで、こんな感じで木の2ウェイと木の全体攻撃含みながら突破していきます。こうしてあげることで確実にワンパンできると思う。全部何してんねん誰やこいつ。溶炭を撃ちます。まあ別に大丈夫です。溶炭を撃ってあげて倒していきましょう。今度こそ本当に倒していきましょう。はい、これで木と光の2ウェイで突破していきます。ここで下っちゃうとね、次の階層で毒性吸収無効のターンがちょっと怪しくなっちゃうんで、ちょっと不安なんですよね。3階層あ、でも別にデイトナ2発撃てるから大丈夫か。で、本来は3階層1ターン目、1ターン目4ターンを打ってあげて、しっかり4ゲッシュ耐久して、で、2ターン目ですね、メリディス打ってあげて、デイトナ打ちます。はい。で、光の5-4ですね。5-4-4組んで殴っていきます。こんな感じで、5-4-4ですね。これで光の5-4-4組んであげて、削っていきます。5-4-4、3-3になったけど、まあ別に大丈夫。
で次これで全力コンボして真ん中以外を倒しきりたいんですよ。なので光の5の2ベイ全力で殴っていきます。これどんだけ倒しても大丈夫なんで全力でよかったんだけど、まあ、そもそも盤面があんま良くないからこれで544組んで12コンボ3コンボ、さあこれでまた殴りです。はい、であとはデイトナ打ってあげて光ウェイ2セットプラス盤面4コンボで倒していきます。はい、これで光のウェイ2セットプラス全力組んであげてこれで全部倒しきれることを祈りたい。ナイス、突破していきます。さあ続きまして4階層です。ここはデイトナからのメレディスで盤面コンボで突破していきます。一応ね、この攻略サイトに全部、火力のあれ、目安とかも書いてるんですけど、まあ、とりあえず全力コンボしておく方が楽なんで、微妙に残ったりするんでね、敵のあれで。こんな感じで、光のウェイと、2セットか。あ、木の上ミスってるやん、俺。は？何そ、落ち込む。危な。木の杖ミスってましたね。あとはこれでワンパンしていきます。木のウェイ2セットプラス光のウェイか、木のウェイプラス光のウェイ2セットで突破してください。で、5階層。あ、違う、ごめん。4階層はあれか。光のウェイと盤面6して倒せるんですね。で、5階層だね。5階層が木のウェイプラス光ウェイ2セット。まあ、どっちかですね。だから、木のウェイ2つか光ウェイ2つ組んであげて、あ、もう関係ない関係ない。ウェイ6個組めたわ。あ、5個か。ウェイ5個組めたんで、もうこれで倒しちゃいましょう。ダッシュコンボ。確実にワンパンしていきます。大丈夫で、続きまして6階層です。ではね、デイトナ打ってあげて火のウェイプラス光のウェイ2セットの盤面 5C で倒していきますね。こいつは雲やってくるんでちょっとうざいですね。ただもうこれで木のウェイと光のウェイも3セット入ってますね。これはまあ倒しきれるでしょうということで13コンボこのまま突破していきます。ナイス。さあ続きまして7階層、こいつはメリディス打ってデイトナ打ちます。で光のウェイでワンパンしていきましょう。悪魔キラーが刺さるんでね、ここは比較的突破しやすいですね。でちょっと回復が危ないんで回復意識しておきましょう。さあこれでしっかり回復意識して回復ウェイ2セット組んであげて、はい、15コンボです。16、17、18。さあこのまま突破していきます。パンパン。悪魔キラー刺さるんでね、こいつは確実に倒せます。この遠征ドラゴンキラーよりもね、悪魔キラー優先して進んであるので道中の安定感めちゃめちゃ高いですね。で8階層です。ここは溶炭は溜まってるんで溶炭は打って倒しちゃいましょう。はい、これでウェイ4セット組んであげて突破していきます。14コンボ、これは確実に突破できるんでこのまま倒しきります。で雲もこれで消えるんでね、もうパズルミスの心配もないですね。はい、で9階層ニース。ニースは溶炭を打ってあげてメレディス打って突破していきます。まあ、一旦ここは盤面耐久ですね。1ターン、はい、で溶炭を打ちましょう。メレディス打ちましょう。デイトナ打ちましょう。え、なにこれ反応したんだけど、まあ、一旦これ光にしたいですね。まあ、これでいいか。はい、こんな感じで木と光の2ウェイ含む全力でメレディスのエンハンスも入ってるし交換2スキルも発動してるし、光属性は実質攻撃力2倍なんで、ナイス、余裕ですね。これで突破していきます。やっぱメリディス発動時のこの編成の火力はめちゃめちゃ高いね。で、10階層。まずここは、初手デイトナとブリキッド含んであげて、いい光ウェイ含む全力コンボ組んでいきます。残念ながら木の上が組めないんで、突破は厳しそう。
ょ、こんな感じ。まずは一旦光のウェイを2セットですね、組んであげて、木の打ち込み振ってこい、そこに。惜しい。全然惜しくねえわ。木のかけらもねえやん。え？強っ！ポンポンしていきます。2ターン目はメルディステイトナウって突破なんですけど、思ったより強かった。さあ、で、ここはデイトナウって殴っていきましょう。はい。木と光のウェイプラス盤面8コンボを2回繰り返していきます。わかりやすく言うと全力コンボ2回すれば OK なんで。とにかくね、デイトナ編成なんて全力コンボ組めばいいだけなんで。困ったら盤面全力。はい。で、デイトナ打ちます。こいつはね、行動変化もないので。ね、こうだね。はい、これで木と光のウェイ2セット3セットですね、3セット含んであげて15コンボで突破していきましょう。ナイス。悪魔キラーが刺さるんでね、やっぱ強いですね。12階層で、ここからここをですね、1から3ターン目はちょっと耐久が入ります。はい、耐久です。メリで吸ってあげて OK なんですけど、1ターン待ちましょう。大人の事情で1ターン待ちます。はい、最初あんまり軽く出したくないんで。でここでメリデス打ちます。16秒あるもんね、いけるよね。これでヒの5で回復4もちゃんと入れながら耐久します。でここね、光球種が切れたら突破できるんでね、ちょっと我慢してください。デイトナの副属性が光の視点でもう突破は絶対できないんで、待つしかないです。これは仕方がない。さあ、これであと1ターンなんで、これで OK ですね。11コンボ、12コンボ。下手に削りすぎると毒生成とかしてきてめっちゃ大変なんで、もう絶対に削らないように注意してください。で、ヨウターンは打ちます。デイトナ打ちます。こいつね、 50% 切るとね、こいつら毒がね10何個作られるはずなんですよ。10個ぐらい作られたはずなんで、耐久がめっちゃしんどくなるんですよ。なのでこんな感じで下手に削らないようにしてあげて、あとはヨウターンを打ってワンパンしていきます。で、次の階層ね、初手必ず用ターンは打てるようにしといてください。これちゃんと理由があって、こんな風に盤面荒らされちゃうことが多いので、用ターンを打てるようにしておけると安心です。ただ、この盤面は用ターンは打つ必要はないかな。うん、そうですね。なぜならこれで倒せるんで。いけるでしょ、こんなん。いや、いけなきゃ困るよ、これぐらい。ね。頼むよ。これいけないなんてことだったらもうダメよ、この編成。ナイス、強い、本当にいけるんだ。全然信じてなかった、この編成を。メレディスっとこう。次の回数を必ず初手メレディス打ちたいんですよ。なのでここは1ターン待ちですね。これ大丈夫かな。大丈夫だね。ちょっとなんか片側だけ削るとか OK、 両方倒すだけはやめてほしいなって感じ。あ、全然ないっす。あとはデイトナウって突破していきます。はい、これはもう確定突破なんで、こんな感じで倒していきます。で、必ず次の階層初手ヨウターンはメリですが、打てるようにして突破してください。ナイス。さあ、続きまして14階層ここはまずヨウターンは打ちます。メリディス打ちます。デイトナ打ちます。で、光の上にもう1セット欲しいな。なんかちゃってんな、これ。ここでいいか。
ちょっと1コマ増やしたりしちゃってね。あ、ちなみに火力は全然普通に足りるので、こんな頑張る必要は全くないです。悪魔キラーが乗るんで軽々倒しきれます。さあ、これでぶっ倒していきましょう。あ、メリディス打ち合わせられるとね、ワンパンできなくなっちゃうんで、メリディス先必ず打ってください。さあ、15回走です。さて、ブリキッド打ちます。はい、でこれでリーダーフレンドのエンハンスかけてください。で、カノンですね、光と木の上全力含みながら削っていく感じになります。めちゃくちゃ調整がうまかったらすごい楽に倒せるんですけど、僕は案の定調整がうまくないので、まあ、一旦光の上で削りましょう。マジでね、調整完璧にいけばね、超楽なんですよ、こいつ。美味しそう、まだ。これだな。一旦これでまた削り。いや、まあでもここらで行くしかないしな。行くか。メレディス打ちます。これ。メレディス打ってあげて、デイトナ打ってあげて、突破狙います。行きましょう。え、これちなみにね、こんな 50% 以下にしないような調整をしなくても、特に問題はないですよ、全然。ただ、やっぱ楽なんですよね。こっちの方が。あ、間に合うか、これ。ナイス。木の上は1セットだけど、光の上は3セット。キラーも乗らないから分からんけど、これで倒したら最高、最高、最高。ナイス！突破していきます。この突破方法をすると、敵が 75% 盾を張らないでいてくれるので、めちゃ楽に倒せます。で、万が一、初手で半分とか入ったとしてもね、別にその後、木と光の殴り合いで突破できるので、全然大丈夫なんでね、安心してください。ただ一応この突破方法をすると楽だよって話ですね。はい。で、初手こいつ、火属性なんで、初手は殴りません。はい、1ターン待ってから殴っていきます、この階層は。まず一旦光の上で耐久とかしてあげて、1ターン待ちます。で、確定で火以外の属性に変化するので、ここから陽ターンを使って殴っていきましょう。うわ、めちゃくちゃいいじゃん、これ。相手の属性、最高だな。これ最高の殴り。うわ、もうこれ最高ですね。これはちゃんと削り切りたい。削り切りたい。削りたい。さあ、どうだ？最高。うわぁ、これもうこの盤面で殴りたいけど、本当は。それは無理な話なんで。ヨータンは打ちますか。一応ね、ここでヨータンは打つとね、いや、まあ、打っちゃおう。半分時、メリディス打てるんで。このまま殴っちゃいます。ここ本当はメリディス打ちたいところではあるんですけど、あえて温存します。理由がね、結局この次、半分まで削った際にですね、なんだろう、敵の毒お邪魔目覚めが噛み合っちゃった場合にですね、基本的に負けます。そうなったらめっちゃ悲しくないですか？なので、ここは一旦盤面で、こんな感じでコンボ組んであげて、まずこれで半分目指します。はい。で、ここでメリディスが打てる状態にしておくと、どんだけ盤面が悪くても一応ご了承はするので大丈夫。はい。で、ここでデイトナとメリディスを打ちます。今回盤面が良かったんで特に問題はないですが、半分時の行動時はね、やっぱりほんと負ける可能性があるので、これちゃんと HP 管理注意してください。特に毒ドロップ、お邪魔ドロップ、ダマになっちゃってね、まあ、基本的に大丈夫だと思うんですけど、さっき僕がですね、やった時にですね、実はとんでもないことが起こりまして、ヨータマとメリディス使って全力コンボして半分削った途端ですね、毒ドロップが盤面に10個ぐらい降ってきたんですね。そう、でも詰んじゃったんで、皆さんにはそうなってほしくないんで、一応耐久の意識持っておいてください。あと1ターンすればメリディスがたまるんで、もう耐久しても大丈夫そうかな。はい、これで回復4ゲシ2セット含んであげて耐久。さあ、で問題はね、こっからの削りがちょっと難しいんですよね。どう削りましょうかって感じではあるな、正直。ヨタもあと1ターンだよね。オッケーオッケー。これが難しいよな。で、これ回復ちゃんと作ろう。怖いよ。はい、これなら大丈夫でしょう。1セットだとちょっとだけ怖いんじゃない？これで耐久。
で、ここはもう、ヨタマ打っちゃいましょうか。縁話でいくか、一発。うん。縁話でいきましょう。控えめで、しかもこれ組んじゃまずい気がする。わからん、これもうセンスに任せる。俺のセンスはこれって言ってた今。センスないなお前センスないな、削れてないよ。でもねこれね、多分ね盤面で削った方がいいわ。これ下手にやんない方がいい。なんでかっていうと、別に木の火力入ってるんですよ、ずっとさっきから。そう、ヨウタンマってね、これ木の火力入るんで、盤面でいこう。え？さっき思いっきり回復つながってましたね。気づきませんでした。さあ、ということで、やってまいりました。もうこれは行くしかないでしょう。なんか行動パターンも変わったし、よくわからんけど、行きます。とりあえずメリディス打ちます。確実に。はい。で、ヨウタンマ打ちます。からのブリキッドからのデイトナまで入れます。光の 2way2 セット必須で必ず組んでいきましょう。木の 2way2 セット、光の 2way2 セット必ず組み切ります。でもあとは頑張る、いくよ。でも無理かこれ、1組のモーク。さあこれで木の 2way と光の 2way を2セットずつ含んだ14コンボです。さあこの全力コンボで突破していきましょう。ということで今回はデイトナを使って100式チャレンジの攻略でした。まあデイトナね、やっぱ火力はねめちゃめちゃ高いんで、火力的な安定感はありますけど、やっぱどうしても盤面ゲーとかの難しさはあるんでね。はい。まあ、そこら辺はね、使う人のプレイスキルでね、補ってください。ごめん、一番大事なこと忘れた。デイトナね、タイム22分ぐらいでした。はい。ただまあ、ボス思ったより削り余裕あったんで、まあ、ちゃんとボス殴ってあげればもうちょい早くなるしね、道中もまだまだ早くなると思うんで、20分切りは全然普通にいけると思います。はい。ただまあ逆にね、僕がね、全く編成わからない状態で使ったとして、22分ということで、まあかなり余裕ある編成だと思いますんで、ぜひね、100式目指してる人は使ってみてください。ということで、本当にご視聴ありがとうございました。バイバイ。